今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。歌手の愛さんが8月28日に第一子となる女の子を出産しました。夫で音楽集団皆既月食のリーダーヒロさんが自身のインスタグラムで発表しています。出産までの様子を27日の深夜に破水し、そのまま病院に直行。壮絶な3時間でしたが安産と言われましたと報告。この小さい手でぎゅーっと力を込めて握られると、彼女の生命力を感じるとともに、全身全霊かけて彼女を守っていく決意の力が体中を駆け巡りますと感激いっぱいのコメントをしています。女優の中村玉緒さんが4日、着物創作活動25周年記念イベントを開催。友禅作家の知事康弘氏とともに自身がデザインした着物をファッションショー形式で披露しました。中村さんは1990年に着物のデザインを開始し、玉緒の着物という名のブランドを発表。1年くらいで終わると思っていたそうですが、まだ自分が着物をデザインすることをご存じない方に見てほしいと思ったら25年、夢というのは実現するんだと思いましたとしみじみ振り返っていました。ブランド立ち上げの際、当時としては珍しいバラ柄を着物で取り入れた中村さん、バラは今後も継続するそうで、今は蘭の花も取り入れ始めているそうです。7月に50代の一般女性と結婚した俳優の松平健さんが4日、舞台3匹のおっさん初日公演後の囲み取材に出席。共演の西郷輝彦さん、中村梅若さんから新婚いじりを受けて照れ笑いを浮かべる一幕もありました。先月に子供が生まれたばかりの中村さんが奥さんとラブラブであることを明かし、幸せオーラを振りまくと、すかさず西郷さんが「ケンちゃんはどうなの?」と松平さんに質問。松平さんは少し照れ笑いを浮かべながら「家庭は様々ですね」と流して笑わせていました。受け流し方もクールですね。ロックバンドユニゾンスクエアガーデンがアメリカの人気ドラマ「ザ・ラストシップ」の主題歌を担当することが4日、都内で行われた記者会見で発表されました。楽曲は現在鋭意制作中で、ドラマのストーリーと化学反応によってこのドラマがより良くなったら嬉しいなという気持ちでレコーディングしていると声を弾ませたボーカルの斉藤さん。自分の思い通りにならない状況に追い込まれ、それを打破していく状況を描いた疾走感あるナンバーになっているそうです。今年7月中旬に離婚していたことを3日に発表したフリーアナウンサーでタレントの瀬山まりこさんが4日、テレビ番組に VTR 出演。すでに再婚にも前向きで、次のスタートに向けて頑張っていると笑顔を見せました。現在相手は探していないそうですが、将来的には再婚も考えているそうで、お相手の希望については、猫が好きな人と挙げ、高収入の人と結婚できたとしても一生いられるかわからないと話していました。離婚されたからなのか、現実的ですね。以上、今日の芸能ニュースでした。また来週。